回は韓国に行くときに持っていかなきゃダメなもの。今回はですね、まあ、私は久しぶりに韓国に行くのでちょっとパッキングをしたんですけれども、ちょっとまあ結構最近さ、コロナとか負けてきてさ、旅行する人増えてきてんじゃん。まあ、韓国とかはもう本当にね、8回目ぐらいなのよ。慣れてんのね。で、めっちゃ来ればよかったとかいろいろ経験してんのよ。まあ、韓国っていうか旅行の時だね。海外旅行をする時に必要なものって感じ。それを経験者の私が皆さんにね、じきじきに教えたいと思います。はい。みんなもさ、最近旅行じゃん？夏休みだし。さっきも調べるもん、サファリとかで。旅行に持って行った方がいいもん、みたいな。なので、私もね、皆さんに教えたいと思いまーす。まずね、私はこちら、スーツケース。ちょっとした旅行とかだったら、手提げのバッグで行っちゃうんだけど、今回は2泊するので、デカめのスーツケースにしました。あと、韓国なんで、もう最近めっちゃ買う予定なの。洋服も超買うし、コスメも買いたいのにもめっちゃ厳選してるしって感じで、超お土産も買うつもりなので、1回スーツケースで行きます。さっきマジでこれ思うのが、みんな、結構スーツケースが被るの。で、バーって流れてくる時に、え、さっきのかなって。あ、これ私のかなって見たら、確認したら、あ、多分重さ違うから違うわ、みたいな感じで、結構なんかみんな困ってんの。で、CA さんみたいな人がさ、何々のお客様みたいな感じで交換したりしてるところとかもよく見るのよ。ちょっと私みたいに小細工をした方がいいね。うん。てか私とかは結構なんかね、奇抜な色にしたの。そういうのがあるかなと思って。前回は奇抜にしようと思いすぎ、透明なやつにしたんだけど、透明なやつダメね、あれ。あのね、さっきとか下着とかをそのままね、入れちゃう癖とかもあったりするから、透明なやつでガラガラしてたら、下着見えちゃってんじゃんみたいな、なんとかどうかもよくあるので、ズボラさんにはあんまりクリアおすすめしないです。なんでちょっと奇抜な色にするとか、こういう感じでちょっとシール貼るとかした方がいいかなと思います。そして私が旅の時にめっちゃ助かったのがこちらのキティちゃんなんだけど、スーツケースにさ入れちゃうとさ、やばいスーツケースに入ってるってなってさ、床にスーツケースこうやって置いて、あ、やばいやばいやばいってチャック開けなきゃいけないじゃん。だからここのキティちゃんの中とかに充電器とかすぐ出しときたいものとかを入れとくとめちゃめちゃ便利でした。私はね、いつもこの中に充電器と蒸気でホットアイマスク入れた。めっちゃ便利だった。こういうのをね、こうやって入れとくのよ。そうだからモバイルバッテリーはまずまずね。うん、ごめんねごめんね。うん、モバイルバッテリーはスーツケースの中にいたら一発アウト、一発退場、レッドカードなので、あのこの中とか普通のね、こういうバッグに入れましょう。あと手持ちに水が入っていたり、水だと思わないものでも水の可能性あるからね。紙だったらダメなんだよ、確かね。なんか取り上げられてたよね、さっき。取り上げられた。で、あ、これ欠かせないね、ほんと、ヘッドホン。うん。これ欠かせない。飛行機の中で暇じゃん。え、みんな知ってた？ Netflix とかさ、音楽聴くやつダウンロードしたら飛行機の中でもね、見れるんだよ。そう、だからさっきは行く直前に Netflix とかでダウンロードしたりして、ずっと見てます。ヘッドホンがちょっと、さすがに必要だね。うんうん。いきますね、ささくん。まあ、洋服だね。まあ、洋服ね、結構時間かかったかも、選ぶの。写真とかもいっぱい撮るから、やっぱ映える服で行きたいので、ちょっと結構選びました。まずね、キティちゃん。はい。韓国でもキティちゃん人気です、大人気。なので、ちょっと韓国男性からアタックされるために、え、よ、キティちゃん、今日はみたいな感じで言われたりしてね、結構ナンパとかがあるらしいので、こちらね、持っていきます。はい。で、まあ、ジーパンね。ジーパンは困らないからね、あっても。うん。で、あとは、あ、やっぱ韓国暑いって聞いたので、で、しかもちょっとさ、旅行先ってさ、結構疲れるからさ、楽な服がいいじゃん。これね、なんかちょっと旅行に良さそうなワンピースを。そう、ママが買ってくれたので、買っちゃったね。わーそう、これとかは、後ろがリボンになるの。で、韓国ってなんかさ、お店の中激寒なのね。激寒じゃない？本当に寒くて、そのままで上着買うぐらい寒いの、本当に。え、なんなの？温度調節、マジで。異国の温度調節は。まあ、こういう服にちょっと羽織るもの必ずね、あった方がいいね。一個は。そしたら次はね、本当にこれは実際にちょっと紹介しても過言ではない。まあ、これね、出すのはちょっとめんどくさいから、実際に出したやつが。違うでしょ。ま、これね、色は違うんだけど、こういう感じになりますね、これ。これ本当にね、いいよ。移動の時とか、車乗ってる時とかね、ちょっとした時にこれあると、本当に首とか疲れない。これおすすめです。やっぱ移動が一番疲れるじゃん、ずっと座っててさ、これ飛行機とか寝れないんだよねみたいな人はね、こういうの持ってた方が絶対いいと思います。あとは水着。韓国で水着なんで色が気になる？うん、
それはね、私ね、プール付きのホテルに泊まる予定なのよ。しかも、それもただのプールじゃないの。あの、プールとかが何種類もあって、あの、すごい映えるね、プールに行く予定なのよ。行くっていうか、ホテルに入ってる。いや、自慢？うん、だから、うん、そう。プールとかも何種類もあるし、うん、結構映えるところだから、水着を持ってくのね。ごめん、韓国ってプールのイメージとか、海のイメージとかないもんね。ごめん、ごめん。ホテルに入ってるのよ。わざわざ行くとか言うより、あの、ホテルの中に入ってるって感じ。サウナとかもあるホテルに行くのね。なんだけど、相当映えるのよ、そのプールが。うん。同じ水着じゃん？ちょっと既視感が出るので、私2着持ってくるんですね、今回の旅で。水着投稿に命かけてるからね、私は。そう。靴下です。うん。の、この中に入ってるのは、ほとんど、私の、プロデュースしている、ウィークウェアブランド、ミクシュの商品となっております。で、今回は、服装に合わせて、こういうちょっと長めのキラキラのやつとかも履こうかなと思ってます。靴下は、さっきいつもね、例えば3泊だったら4個持ってくる。靴下って何個あっても困らないね。そして、こちらヘアアイロンのね、なんかそれさ、嫌なんだよな、持ってくの。前さ、壊れたじゃん。持ってって安いの持ってきなよ。ないんだよ。あるよ。買いましょう。あるねえ、さっきから高いのしかなくて困ってんねん。あんのあんのあんのある。あ、じゃあ安いの持ってこう。うん、それ高いからダメ。買えなよ、ヘアビューロン。前壊れたの入れてたら。で、あとはね、これ可愛くない？このボストで買ったやつ。で、これ見て、さっきの友達が作ってくれた。ここにはあの、こういうむくみ取るスプレー。これめっちゃおすすめ。本当にむくみ取れるの。こうやってかけるだけで化粧になる。あとはこれも持ってきます。ボンジョンよ。これはね、朝メイクする前とかに塗ります。あとこちら美顔器。やっぱさっき韓国旅行はほぼ写真と撮りに行ってるようなもんだから、俺に命かけてるから。あとヘアオイル。マジヘアオイル必需品。いつも忘れるとめっちゃ困る。マジで旅行の時ってさ、超パサパサしない？なんだ、ホテルが乾燥してんの？めっちゃいつも髪の毛が残念みたいな、髪の毛のせいで映えないみたいな感じの時が多いから、今回はヘアオイル絶対持ってきます。あとはこちら、メイクポーチ。これやばい、このメイクポーチ有能。こちらはサラさんのなんか本についてた付録みたいなやつもらったので、ちょっと使ってみたらめちゃめちゃ全部入って、なんか持ってかなくてもいいものを入れちゃいました。いっぱい。すごいよ、やばくない？え、マジこの中にほぼ入れられた。だからちょっとさっきさ、いきなり頭痛起きたり体調悪くなったりするのよ。だからさっきの薬とか日焼け止めとかスキンケア類も全部この中に入ってる。あとパック必需品かも。めっちゃ乾燥すんなよ。でさ、旅行行ってんのにさ、なんかさ嫌じゃん、乾燥してなんか化粧漏れないとかさ。なんで、あのパックこういうね、1枚入りがいいと思います。と、あとね、シャンプーだね。さ、ホテルのシャンプーって信用できないじゃん。ギシギシのシャンプーとかめっちゃあるじゃん。あとね、噂によるとホテルのシャンプーとかリンスってあの水で薄めてるらしいよ。都市伝説。これは誰かから聞いた話なんだけど、水で薄めてるらしいの、コスト削減するために。それってさ、してシャバシャバなやつが出てくるとか、あれうちって持ってるけどこんなにシャバシャバじゃないよって経験した方あると思うんだけど、水で薄められてるよそれ。だから信用できないじゃん。そのせいでさ、泡立たなかったりさ、ギシギシになったりするじゃん。ホテルって結構ギシギシなイメージあるから、私はこれを持ってきます。いつも試供品とかのシャンプー持ってくと絶対喜ばれる。だし、これモテるね。うん。あと日焼け止め。必須だね。今回も結構ノースリーブとかあるんで、絶対持ってくる。あと、じゃあ忘れがちなコスメ紹介するわ。まずマスカラリムーバー。本当に忘れがちだよね、これって。旅行の時って、マスカラリムーバーわざわざ持ってかないじゃん。マジでいつも先は、マスカラだけ落ちなくて、いつもこうやって撮ってんの。やばいでしょ？で、まつげ超抜けるから、マスカラリムーバーは絶対持ってってください。あと大事なのは、コンタクト。コンタクトは折り大事。コンタクトケースまず持ってこう、絶対。さっきはいつも忘れてコンビニとか探し回ります。あと、今回の韓国の旅は、リモア持ってきます。あとは、これもあった方がいい。ここの中ね、結構忘れてる人多いよね。さっきは人のここをよく見るんだけど。私ここ見るのが本当に得意なんだけど、結構人と話すときにずっとここ見ちゃう。で、あ、本当にツルツルの人って、あ、ちゃんと手入れしてやるんだって感じだし、ここやってない人は、うわー、それたいそれたいってなります。なので、結構ね、顔も産毛とかメイクのりに響く
し、脇とかね、結構さ、困ってんじゃないみんな。とか、指の毛とかね。旅行の時とかは結構もう1日とかで生えちゃうから、毛っていうのは。私は生えないけど。そう、なんかな、もともと出たらいいんや。あと、これめっちゃいい。やっぱね、超サラサラになる。これ持ち歩いてれば、パサパサしてても、一発でサラサラになります。手間と手荷物で持ってくべきなのは、やっぱパスポートだね。これ一番最初に紹介するべきだったかしら。やっぱなんかパスポート必要だね。うん。なんかパスポートケースみたいな可愛いのあるから買いたい。誰のか分かんなくなるね。あれこれ何のとってさ、毎回チェックインの時になるから。でもどうせママが持つんだからいいんじゃない。まあや。あ、でも今日は、今回別か。そうだよ。あとまあカードとかが本当はいいらしいんだけど、オンね、必需品。あとは、こちら。SIM カード。こちらね、SIM カード結構重要です。結構じゃないよ。確実にね、こちらは本当に超重要で、やっぱ海外行くと Wi-Fi ないとさ、触れないじゃん。その時に、この SIM カードを入れれば、Wi-Fi なくてもどこでも使えるので、めちゃめちゃおすすめです。基本的に建物とかホテルの中で Wi-Fi 飛んでるから、それ使えばいいんですけど、それ以外の場所とかだと、Wi-Fi とかさ、めっちゃ、荷物になるしさ、電池切れたらもう一生の終わりなのね。携帯の電源が入ってるのと一緒なの、マジで。だから、ちょっとそういう心配とかもあるので、こちらSIMカード派ですね。で、一番重要がね、こちら。韓国のしおり。ほんと大事。これはね、ゆうちゃんが作ってくれたんですけども、すごいのよ。いちいち、ハングルで書いて、振り仮名を振ってくれました。韓国旅行って、ね、書いてある。すごいよね。なんかちょっと見しちゃう？すごい。ほら、すごいでしょ？おしまい。楽しい2泊3日でした。しかもね、めっちゃ怖いのがね、家に帰るのね、中がね、浮かんぶりの中がね、めっちゃ怖いのよ。これがなんかのフラグなのかと思ってね。やだちょっとびっくり。以上、持ってった方がいいものでした。なんかさ、結構さ、家にいると分かんなくない何が必要なのか。当たり前すぎて家に分かんないのが、うわこれ持ってくの忘れたって結構多いのだよ、旅行の時とか。これを見ながらパッキングしてください。ということで、久しぶりの旅行を楽しんできます。そうで、白炉は今回はお留守番なんですけど、大好きなおばあちゃん家にお留守番します。この間もおばあちゃん家でお泊まりする練習してました。可愛かった、迎えに行って。でも仲良くしたらしいです。なので心配しないでください。なんかいつかさ、旅行一緒に行きたい。でも旅行は行くよね、行く予定あるから、その時に4泊はいっぱい楽しませたいと思います。ということで、こんな感じで終わりたいと思います。バイバーイ。失礼します。